摘んだばかりの毛糸をいただきました。ちょっと難しいんですけれど挑戦してみたいと思います。はい、それでは始めましょう。用いる色はですね、紅、そしてサンゴ、そして若葉、黄色、山吹でも結構です。そして群青、薄摘みです。随分暑い日が毎日続いております。大変ですね。その暑さの中でもなんとか吹き飛ばして集中できるように頑張ってみましょう。それでは筆はいつもの通り面相筆と中筆です。最初にですね、この三五ですね、三五に紅を少々混ぜまして、2本仲良く並べて描こうかと思います。ちょっと下書きです。こういう風になっております。そしてもう一輪この辺りにこういう風になっております。あれ、ちょっとその色違うんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、そして下のこれは名称なんて言うんでしょうか。ここまでなっております。薄摘みに紅を混ぜまして、こちらを向いております。お花はちょっとこの部分はちょっと離してするといいかと思います。そして茎ですね、茎は若葉色に、若葉色に上州をちょっと混ぜまして、まず茎をこういうふうに書いておきましょう。でこれはここにあります。一応こういうふうに書いておきます。そしてここが乾くまで葉を描きます。描いておきます。はい、若葉色に
面相筆でちょっと描きます。そして黄色ですね。黄色を混ぜて、非常にお花のを近くでは小さい葉がこういうふうに付いております。こちらからもこういうふうに向こう側にもあります。そしてこういうふうに後ろの方に行ってますね。たくさん葉が覗いてるんです。たくさんの葉がこういうふうにして出てますので、この葉先を鋭くこういうふうにすることによって生き生きとしてきます。そして向こうの方、こちらの方と上の方は乾いてきましたので、本格的な色使いに入っていきます。はい、太い筆で紅をつけて、そしてこういう風に飛騨を取りながらお花を描いていきましょう。
これもそうですね。こういうふうにして、こういうふうにして、そしてこういうふうにして、大変難しいですけれども、ゆっくりゆっくり、そして筆を洗いまして、こういうところをちょっと色を風にしていたします。そしてここは、ここ、こういうところはちょっと色を取って、こういう風にしてあげましょう。ここがこのお花の表現の一番難しいところですので、丁寧に丁寧にやりましょう。こういう風にですね。はい、そして次は面相筆で、この紅の色と紅の色をここに細かく、非常にここがこういうふうに上から順々にトゲトゲトゲとなっておりますので、ここをきちっと丁寧に描くことによって、生きてきます。次はこちらですね、はい、順番にこのように暑くて外に出ない分、お家で冷房の効いたお部屋でこういう風に絵に挑戦するのもよろしいかと思います。はい、そしてこの色にですね、この群青を混ぜて、群青を混ぜます。そして濃い色、濃い色ですね、ところどころにちょっとチュン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 と入れてやりましょう。はい、そしてですね、面相筆できちっとこの色をのせまして、というわけか、この下にですね、細い花びらが
ちょっと出てるんですよね。ちょっとこういうふうにこういうのを描いて、締めましょう。はい、これでよろしいですね。そしてお花の方はこれでよろしいですから、葉の方を次はこのもう一度塩素筆ではなくて中筆でしっかりとこういうふうに塗り直しましょう。でもう一つ、いつものようにちょっとこの草色に薄墨を混ぜて、薄くですね、向こうの方の、あ、ちょっとつきましたね、向こうの方の持って描いておくのも奥行きが感じられていいかもしれませんね。隠れています。そしてこちらも薄い色でするとよろしいかと思います。ちょっとこちらもこういうふうにして書いておきますか。そして面相筆でもう一度お花の仕上げですね。こういったところこういうふうにして、
ちらもこういうふうに膝を強調して色んな書き方がありますけれども、一応このここではこういうふうに簡単にするようにいたしました。はい、こちらはちょっと色を取りましょうか。はい、凹凸はこういうふうに色を取ったり塗ったりしながらご自身でうまく変化をつけるようにしてください。これまでの技法でいろいろ使える部分があるかと思いますので、はい、そしてですね、薄墨とこの薄墨と緑の混ぜた筆で葉脈をちょっとこういうふうに描いていきましょう。あまりしつこくしますとちょっと チラチラとこういうふうにしておけばいいかなと思います。こういったところもクッキーですちょっとこうして、ここは葉脈は描かなくてもいいと思います。はい、以上完成です。暑くても懸命に草花は自分の位置をきちっと守って咲いてくれています。その素直なけなげな心にあやかりたいと思います。送信、毎朝お水をまきますけれども、よくまあこの暑い中を生きてくれてるなと思って感心します。懸命にちゃんと自分の命を精一杯咲いてくれています。ここに印をします。感謝します。はい、黒のマットで引き締めてみました。皆さん本当に今日もありがとうございます。お暑い中を私の動画を見に来ていただいてありがとうございました。それでは次回も頑張ります。お目にかかることを楽しみにしています。じゃあお元気でね。